第62回、有馬記念優勝馬、北トブラック竹豊よ第62回、有馬記念は、2017年12月24日に、中山競馬場で施行された競馬の競争である。北トブラックが優勝した。11月18日から12月3日まで、ファン投票が行われ、11月23日に、第1回中間発表、11月30日に、 第2回中間発表、12月7日に最終発表が行われた。最終の有効投票総数は138万6468票だった。以下の票において出走馬は灰色の枠で表示する。GI6 勝を挙げ、当年は GI 競争のみ参戦して5003勝を挙げていた。 北三ブラックが本競争を制した場合、獲得賞金がテームオペラ王を超えて、歴代1位となる中で、引退レースと表明していたこともあり、人気、注目ともに、同馬に注がれ、春秋のグランプリで未勝利ながらも1.9倍という、オッズがついた。続く2番人気には、同年の東京優秀二着馬で、前哨戦で小相手の GII アルゼンチン、共和国倍を干渉した3歳馬。 スワーブリチャード、イコージャパンカップを制して、グランプリ F を進めた、シュバルグラン、前年の香港バーズ、当年の宝塚記念を制して、秋三冠を解禁することとなった佐藤のクラウンが一桁人気で、続いた。その他、2015年の優秀品馬、週華賞を制し、当年の宝塚記念、エリザベス女王杯で、連続3着という結果を残して挑んだ、ミッキークイーン。 このレースを引退レースとして表明していた、前年のエリザベス女王杯カチューマクイーンズリングなど、GI カチューマ5等、重賞ウィナーでは、当年の同条件である GII、日経賞を制しているシャケトラや、当年の中山で行われた GII オールカマーを制し、当レースが引退レースとなる、ルージュバックなど14等が集結し、フルゲート16等で行われた。年月は、 関東地方で雨がほぼ降らず、12月1週より開催されていた中山競馬場の芝は痛みが目立ってはいたが、レースに大きな影響を及ぼすコンディションではなかった。レース当日も曇り時々晴れの天候で、馬場のコンディションは芝、ダーと共に量という状況でグランプリを迎えた。負担重量は4歳以上母場、千馬 57kg、4歳以上牝馬及び3歳。 ボバ 55kg とりわけゲート入りを嫌う馬もおらず、順調に各馬がゲートへ入った。ゲートが開くと、北サンブラックが完璧なスタートを見せて、花を主張する。すぐ後ろにシャケドラと、山勝エースがマークしていく形となり、シュバルグランや里のクラウン、スワーブリチャードなどの有力馬は揃って中段から、後方での待機策を選ぶ展開。 北三ブラックが主導した1000メートルのラップタイムは61.6秒という逃げ、先行は有利のゆったりとしたペースで進むと3.4コーナー中間から中段、後方に控えていた有力馬が進出を開始するが北三ブラックも加速。逃げていく北三ブラックに対して大2番手集団ではクイーンズリング暗状のルメールが外へ遮行し、 スワーブリチャード安城のミルコデムーロが内へ車光し、挟まれる形となった、シュバルグランやサクラ・アンプルールなどが不利を受け、特に安城が立ち上がるほどの不利を受けた、サクラ・アンプルールは後に最下位に入選した。バグンの混乱もありシュバルグランらの差は縮まらず、北サンブラックが逃げ切り、ゴールイン。日着には同じく引退レースのクイーンズリングが前回、勝利の16年。 エリザベス女王杯以来の連帯、三着には直線での不利もありながら、シュバルグランが入った。本レースのテレビラジオ放送の実況担当者、関西テレビが放送した、競馬ビートの視聴率は番組最高の11.4%、関東圏でも NHK 総合テレビの中継の視聴率は7.5%、富士テレビのみんなの競馬が8.5%といずれも、 高視聴率をマークした。ありがとうございます。